皆さんこんにちは。今日は十津川村の玉木神社の方に参りました。昨日の豪雨でかなりの山道はですね、水が溢れ出しておりまして、落石もたくさんありましたが、なんとか無事にたどり着きました。今本堂に向かって歩いているところです。それにしても綺麗な、これ雨がですね、病んだ後というのは何とも言えない。この、たまりませんか。マイナス4がもうすごいですよ、半端ない。ということで、これから参りまして参ります。行ってまいります。それではまた後ほど。